ここ、特にこの辺が硬いです。でどんな感じかって言ったら、冷凍庫の中に入っているお肉みたいな感じでガチガチになってるんですね。それはね、生肉に戻していくんですけど、その過程がとても痛いんです。でこの背中の疲れとかって、実は足の疲れから上がってくることが多いので、足からね、しっかり緩めます。でそれはね、緩めるとね、この辺がしんどいのとか詰まってる感とかも取れてくれますから、今から本番、頑張ってください。ここはまだ全然大丈夫ですからね。はい。超気持ちいいでしょ。ちょっと痛い気持ちいいぐらいです。ああ、これがずっと続くからね。はい、今から本番、これ。これぐらいでみんな料理入れてるんですか？そうだよ。これぐらいでって言えた。すごい。でもずっとやられると痛いかもしれない。これぐらいで痛いって言われるんです。言ってやってください。言ってやってください。こんにちは、悶絶整体三信です。今回ね、この方ね、今まで聞かれてたようにね、痛みがあまり少ない方になりましたので、音声で全部声を収めてね、行こうかなと思っております。でね、実際ね、こういう方みたいにね、来られて全然痛がらない方っていうのはね、結構たくさんおられるんですね。で、そういう風な方がね、うちの店のメインのお客さんになっていかれて、まあ、この動画見なくても先生言ってるよとか、あ、先生もっと抑えてくださいっていう風に、逆の、表現してくれたりとかする方も結構おられたりするんですよね。なので、まあその辺をね、まあ見ていただければいいんですけれども、映像の中的にはそんなに面白い画像、痛がらない画像になってくるので、こうやってね、私の音声で楽しんでいこうかなと、いただければななんて思ってます。今ね、やっぱり抑えてるね、ふくらはぎね、少しね、痛がってはないんですけれども、そんなにね、腰とかも上がってませんから、こういう人の見てても面白くないので、ちょっとね、本当にこうやって喋っていますって。ふくらはぎってね、やっぱりね、暑い時期とか寒い時期とかにやはりね、硬くなりやすい場所なんですよね。でここがね、硬くなってしまうと、どうしてもね、背中とか足の疲れ、膝の疲れなんかが出てきたりしますので、そこをね、しっかりと抑えていきます。でよくね、皆さんに言われるんですけれども、このふくらはぎは先生どうすれば楽になるんですか、というふうに質問を受けることがあります。一番いいのは、できれば足を締め付けてあげるタイプの靴下を履いてあげること、これをねしてもらうとね、結構ね、足の方が楽になってくれます。また他には、足を温めようと思えば、足を楽にしようと思えば、足を温めることですよね。足を温めてあげると、やはりね、体全身が楽になってくれるので、とっても効果的です。まあ、家のね、お近くに足湯があったりとか、まあ、家でも半身浴をしてあげるようにすること、これをねしてあげるだけでもね、足をしっかり温めてあげるだけで、やはり全身の体が楽になってくれるので、皆さんもできるならやってみてください。そういう悶絶整体三信も、仕事の日とか、まあ、休みの日もそうですかね、できるだけ毎日15分湯船に浸かるようにしております。でどれぐらいの温度、大体ね、私はね、給湯器で41度の お水を出して、まあ大体40度ぐらいですかね、になると思います。で40度ぐらいになった湯船に、大体ね、首の付け根まで5分、背中のあたりまで10分、合計15分をね、スマホを、いじりながら、湯船に浸かるようにしています。なのでスマホをいじってる時間がある人とかであれば、それをね、なんて言うんですか、スマホを入れるケースとか、防水の袋に入れて、それをいじりながら見てる間に風呂に入って体を温めてあげるなんてことをしてあげると、やっぱり体には効果的になります。でもね、これ分かっててもね、湯船にね、お風呂入れたりとかね、お湯入れたりとか洗ったりするのめんどくさいんですよね。なのでこれをね、習慣にしていただいて、できるだけね、体を温めてあげるようにしてあげると、やっぱり体は楽になりますからね、ぜひやってほしい。で 特にね、夏場の疲れとか夏バテなんかにも効果的なんですよね。でその夏場の冷えにはね、やっぱりこう体に温めてあげることっていうのをやってあげるだけでね、全然ね、体のバテ方が変わってきます。
これ本当ですよ。いや本当なんですけど、まあ、皆さんなかなかね分かっててもなかなかできないことだと思うのでね、まあ、できる人はやってみてください。で、私もね体をねもう45とか、まあ、今年46歳になるんですけれども、だんだん分かってきたこととして、あの体がね手入れをしてあげないとなかなかね言うこと聞いてくれなくなるんですよね。で、もうこれ聞いてる若い方はもうなかなかねもう聞き飛ばしてくださっていいんですけれども、やっぱりねなかなかね体が回復しないで、回復させようと思ったら、まあ、そのさっき言った湯船に浸かってあげることとか、まあ、こうやってね悶絶整体を受けることなんかでも嬉しいんですけれども、それ以外にねやはりね毎日できること、毎週ですね、私毎日は湯船に入ってるんですけれども、毎週ね週1回から2回は銭湯とかスーパー銭湯とか少し大きめなお風呂で体をしっかり温めるようにしております。それがねなかなかねめんどくさいんですよ。あったかい時期とかだったらまだ行きやすいんですけれども、寒い時期だったらね湯船に浸かりに行くだけで体が冷えてしまったりとかしますから、まあお近くにね本当に銭湯とか温泉とかある地域の方であれば、ぜひねこれを聞いていただいて、毎週ねお金かかりますけれども、それをして、しっかり体にね、温めてあげると体って楽になりますから、ぜひやってあげてくださいね。あ、本当にね足元を温めてあげるだけで体が本当に楽になってくれますから、うん、なかなかね、で今の時期だったらね、まあ、今これ撮影してる、音声を撮影してる時期っていうのは7月とか8月になるんですけれども、この時期ってね外は暑いんですけれども、室内はものすごく冷えてることが多いです。それもあのクーラーとかでね、特に食品関係とかスーパー関係とかで働かれてる方っていうのはどうしてもねあの冷えが強くなってしまいますから、その冷えてる部分をしっかり緩めてあげるとね、温めてあげるとねやっぱり効果的で、なんていうのかな、そういう場合はねやっぱり足のズボンの下にパッチを履いてあげたりとか、うん、ヒートテックをねあの職場では履いてあげるとか、逆にねそういう風にね冷えに対しての対策を考えていただければ、やはり体の楽さ加減は変わってきます。ですのでその職場関係でどうしても寒いんだっていう風な方がおられるのであればね、夏だけれどもヒートテックとか履いてあげたりとかしてあげてもいいかもしれません。でちなみに悶絶整体三つの部も部屋の中ね19度設定でね、まあ、動きやすいようにねするためにやってるんですけれども、待ってる間とかこうやってね動画を編集してる間っていうのはぶっちゃけね寒いんですよ。ほんとほんと。なのでそのぶっちゃけ寒いので上着を着たりとか、下手したら1時間以上室内で待機してお客さんを待つ時とかは足元に、膝掛けとかかけたりとかしてね、膝掛けかけながらこうやってね動画を編集してたりするんですよ。まあ、実際今も膝掛けつけてたりとかします。なので夏場であってもそういう風なね体を温める作業のするものっていうのはね絶対ね、やってみてください。私もね移動するとき、悶絶整体三つの部も移動するときは必ず T シャツだけれども上着は1枚羽織れるものを持って行ったりとか、まあ、私の好きな宝塚歌劇団とか劇団四季とか見に行くときなんかも絶対上演前にねその上着を着るようにしてます。っていうのはね見てるとね動かなかったら結構寒かったりするんですよね。ありません皆さん、あなんか電車乗ってみたけど寒いなとか、あ1枚持ってきたらよかったとかね、女性の方は結構持ってったりとかするんですけれども、男性の人って結構持っていかなかったりとかする方が多いので、それをね持っていかれてみてもいいのかもしれませんよ。っていうか私は長距離移動の時は必ず持って行ってますね。あちょうどねこの膝裏のあたりもね、いい感じになってきましたね。この膝裏あたりっていうのはねちょうどね腰痛に効きます。今からねまたふくらはぎに変わってきますが、これからはまた以上次の動画にします。また見てね。悶絶整体三つの部でした。チャンネル登録とかお気に入りとか入れてね。じゃあね、バイバイ。